こんにちは、中山雅史です。今日は J2 リーグ第13節ブラウブリッツ秋田戦について話していきたいと思います。いや、まあ非常に最後粘って追いついたという形なんでね、まあ前節 0-0 で、終わってしまったことよりはまだなんとか追いつけた、勝ち点1を得ることができたっていうね、そういう気持ちはあるんですけれども、ただまあ秋田の戦いにこううまく乗せられてしまったのかなっていう印象がありますね。まあピッチコンディションがあまり良くないっていうことと、芝生が長い、それによってボールがあまり転がらないっていうことは情報としてあったんですよね。そしてまたその当日は風が強くて、まず前半はジュビロとしては風下からのスタートだったんですよね。そういった意味で秋田はそこにどんどんボールをこう蹴り込んできて、そこにこう人がプレスをかけてボールを奪って攻めていく、まあ、またそのサイドにボールが出てもそこからロングスローで陣地を回復してくる、そこから勝機を見出そうとする、ゴールを狙っていこうとするっていうところを徹底していたんですよね。まあ相手がどんどんこのボールを蹴り込んで押し込んでくるっていうのは分かってたんですけれどね、そこの対処がなかなか難しかったかなと。それによって相手のこう来るスピードにプレッシャーに対して、自分たちもそれを早く逃げたいがためにボールを大きく蹴ってしまったり、サイドに逃げてしまったりっていうことが非常に多く見られたんですよね。そこはまあ相手としてはこれはそういう戦いを持ち込むための戦いであって、それに自分たちが乗せられてしまった、合わせてしまったっていうのがちょっとまだまだ自分たちの力のなさなのかなというものは感じました。本当にとにかく我慢の前半だったんですけれども、その中で一つ失点してしまったっていうのが非常に悔やまれますね。失点をした場面っていうのはサイドから崩されて、ボールを入れられているわけなんですけれども、当然ボール保持者に対して、チェック、プレスに行くっていう行動がまず第一なんですよね。そこの強度もより強く、より一歩でも二歩でも近くにそう行くっていうことですよね。その行ったところでかわされて、なかなかそこに追いつけない時にはそこに何かがあるだろうとしてカバーしてる人間がいるんで、今度はそのカバーがそこにチェックに行くっていうことが必要になってくるんですよね。そのカバーの人間が行ったスペースが今度空いてきますから、そこにまた別の人間がスライドして入ってくるっていうことが必要であって、その流れの中でそれがしっかりとできていなかったからこそ失点につながっているということになるんですよね。まあ失点場面だけでなく、そういうことがグラウンド上でいくつもあるわけで、それをどれだけ忠実にこなしていけるかっていうことが失点を減らしていくことにつながるっていうことなんですよね。後半になってから自分たちでペースを持ち、そして、リズムを持ち攻め込んでいけたっていうことは非常に大きかったなと思いますし、やはり遠藤選手が入ったことによってワンタッチでポンポン小気味よくボールがつながるようになったんですよね。そうなるとやはり相手も絞れなくなってくるんですよね。どこで取りに行こうか、どこでアタックしようかっていうところで的が絞れなくなってきたことが、やはり、ジュビロにリズムのある攻撃を生んだのかなっていうものは感じましたね。まあ得点を決めたシーンというのはね、華麗なパスワークとまではいかなかったのしかもしれませんけれども、それぞれがここに来るだろう、ここに来たらこうしようという思いの中でつながっていったプレーが得点を生んでるかなとは思いますよね。まあルキアンがしっかりと体を張って相手を抑えながらボールをつないだ、そして大井健太郎が来るだろうと予測した上でのヘディング、そのヘディングの落としをまたここだっていう思いを持って大津が詰めてるわけなんですよね。そういった意味でそれぞれの選手たちがこうだっていうものがしっかりと合わさって生まれたゴールなのかなとは思いますね。それまでにもいい形に何本かあったんですよね。そこで点取れなかった、嫌な雰囲気が流れていたんですけれども、最後まで選手は諦めずにここだという思いを持ちながら、戦い抜いてくれた、その結果があのゴールにつながったのかなとは思っています。
後半すぐにドフリーで、ダイビングヘッドを、それを三浦がしっかりと止めてくれたから、そのロスタイムのゴールにつながったんですけれども、あれを決められていたならば、これもたらればですけれども、これやはりこのゲームを落としていた可能性は非常に大きかったですね。キーパーというのはもう本当に特殊なポジションなんで、そこにやはり、ジュビロであるならば4人のキーパーがいるわけですよね。その4人の中で自分が試合に出続けるためには、そこで勝ち続けること、とにかくしっかりとした守備、ゴールを守るということがどれだけできるかっていうのが、自分が次のスタメンを張ることにもつながるわけなんですよね。そういった意味で非常に集中してますし、充実した中で、プレーできてるんじゃないかなというのは感じますね。まあ、この秋田戦なんですけれども、途中出場で、ファビアン・ゴンザレス選手がね、こう投入されたわけなんですけれどもね、非常になんか期待感が持てるプレーは見せてくれたかなと思いましたね。でファビアンが入ってからはルキアンとツートップを組むようになったんですけれども、そこで、展開された攻撃も非常に2人の距離感とか、ボールの受け渡しであったり、そういうことがね、まあところどころで見られていたんでね、あ、これはちょっとチームとしても大きな力になってくれるのかなっていうものは感じさせてくれましたね。1たす1が2じゃなく、1たす1が2,3,4 ぐらいまでなるような、そのコンビプレー、お互いの距離感、出る引く出る引く、その動きですよね、クロスの動き、いろんな動きで相手を散らしていく、そして相手の隙を突いていく、そういうことが一番いいツートップなんですよね。それを これから構築していかなければいけないというところで、それがそうなってくると、今度はお互いがお互いの動きをどう見れるのか、そのお互いがお互いのプレーに対して、動きに対して、次に自分がどこにポジションを取るべきなのか、どういう動きをするべきなのかっていうことが、これがしっかりとこうコンビプレーとしてなせたならば、これが大きな力になるんですよね。そういった意味では2トップでも1トップでも、いろんなバリエーションがチームとして組めていける可能性が広がったなということですから、これはチームにとって、攻めのバリエーションが増えるということでは喜ばしいことなのかなと思いますね。次節はジャスパ草津群馬戦なんですけれども、やっとホームに帰ってくるということで、まあここ2試合は結構厳しいピッチコンディション、そして移動もそこに伴った中での厳しい日程の中での、ゲームだったんですけれども、やっとここで少し、時間が取れ、そしてチームとして、調整することができた、そしてホームで戦える、ここでやはり勝たないことには先に進めません。とにかく勝ち点を目指して、勝ち点3を目指して力強く戦っていきたいと思います。